本日カメラマンとインタビューをします、西山由香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、始めていきたいと思います。はい、背番号と名前を教えてください。背番号22番村上鈴です。ポジションはミッドフィルダーです。生年月日は1998年11月17日、24歳です。血液型は A 型です。出身地は熊本県です。地元の方言はありますか？だけんとか、なんなんだけん、伝いや、あ、伝いや、なんなん伝いとか、伝いなんなん伝い、出てきたの昨日うどん食べた伝いとか、食べたのみたいな、食べただけど食べたんだよみたいな、あ、丸食べたんだよ丸、うん、よく分かってないみたいです。熊本です。はい、好きな食べ物は寿司。好きなアーティストはどうデフテック。おー、渋いですね。前聞いたことある。デフテックのなんていう曲が一番好き？あ、湘南の風が好き。どっち？どっちもどっちも。どっちも好き？うん、湘南の風も好き？ライブ行ったことある？ライブ行ったことある。湘南はめっちゃ盛り上がりそうだね。湘南の風。でもね、コロナの時期だから静かにだね。ホールの中でやった。じゃあまた行ってください。はい。好きな言葉ありますか？言葉？どう？突き進め、駆け上がる。いいねー。なんでって聞いて。なんで？中島あやみっていうね、女優さんがいるんだけど、ね、モデルさんが、ひいおばあちゃんか、おばあちゃんに言われたことが、中島さんが、好きだから、中島あやみ。あ、そうなんだ。好きな映画やドラマありますか？好きな映画は、プラダを着た悪魔。そうだ、アンハサウェイの映画。そう、そうじゃねえな、かな。オフは何してますか？オフは基本外にいます。出かけることが多い。コーヒー飲みたい。あ、いいな。おすすめのコーヒー店は？自分レイドバックっていう宮崎のなんかドライブスルーもできるコーヒー屋さんが好きです。はい。得意料理ありますか？チキンカレー。チキンカレー、マジ？熊本のチキンカレー。熊本ね。熊本の主みたいな。熊本のカレー仕切ってます。熊本ね。じゃあ今度食べに行きます。はい、はい。自分を動物に例えるなら、よく鳥って言われる。おい。鳥ね。うん、じゃあ女子トーク行きます。好きなタイプは？タイプ？タイプ、ね、一緒にいて落ち着く人かな。あ、尊敬できる人が。何言ってんのか。家族大事にして。あ、それも大事。その3個。尊敬できる人、落ち着く人、家族大事にする人です。デートで行きたいところは？乙女チック。意外。大人だね。新婚旅行で行きたいところは？グアム。一日だけ入れ替われるとしたら誰と入れ替わってみたいですか？ポーリー中条あやみです。ちなみにポーリー、中条あやみの本名は中条あやみポーリー。あやみポーズ。あやみポーリー。中条あやみポリ。本当に？本当にやっぱそう。
だからポーリンって呼んでポーリン、そうだからポーさんみたいな。そうなんだ、ありがとう、知識が増えました。犬と猫どっち派？犬派だったんだけど最近猫派になりそう。うわー、いっぱいいるもんね、しんとみね。しんとみ猫が多いから。かわいい子猫見ちゃってから猫が好き。好きになった。海外の映画は字幕派？吹き替え派？吹き替え。じゃあサッカーを始めたきっかけは？やばい、よし。きっかけがなんか保育園の時にみんなサッカーの大会に申し込んで行けたのに、うん、申し込み遅れたの、ね。うん、でサッカーしたかったのにってなって、なんかサッカーしたら楽しくて始めたみたいな。今話つながってた。なんかいつの間にか始めてた。試合前のルーティンはありますか？朝コーヒー飲む。うわ、行く前に、行く前か試合前。毎日じゃなくて試合前だけ。あ、そうなんだ。毎日。朝コーヒー飲む。そうだった。ブラックですか？試合前やばい、やばい、ミルク入り試合前なんだけど。言っていい、あのコンビニでコーヒー買わなきゃ、コーヒーとリンゴジュースを買うんだけど、いつもあの試合前とかにリンゴジュースだ買うんだけど、試合前にね、それね、リンゴジュースなんかめっちゃちっちゃいの買って、あのコーヒーはなんか気持ちなのか分かんないけど、スタバのちょっといいやつちょっと気持ち甘いやつ、あの普通にさ、ちっちゃい安いさ缶コーヒーでいいじゃん、じゃなくてスタバのシリーズの缶コーヒー、ちょっと高いやつを試合前に買う。試合前は謎の願掛けリンガジュース。面白いわ。いや、応援してくださる皆様に一言お願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。あと4試合、全力で戦いますので、皆さん応援よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。